こんにちは、ドイツ語の先生のマキシです。今回はですね、テスト前っていうこともあって、札幌に行ってきて、一番いいなっていう、辞書を、見つけたので、この、自分が見つけた辞書をちょっと紹介したいと思います。で、あと、大学の、本屋さんに置いてあるんで、買いたい人は、ぜひ、買ってみてください。で、値段もね、そんな高くないの、1200円なんで、あんまり高くなくて、で授業でねやったことがほとんど入ってるので、例えばさ、お腹空いたって授業でやったと思うんだけど、ich habe Hunger、 でこうやってさ、フレーズと可愛いイラストがあって、で下にもさ、他に例えば喉が渇いたとか似てるような感じだから、ほとんど授業でやったこと、なんかこうね、眠い学生さんもたくさん言ったので、こういうのね、Ich bin müde。 テストで出てきそうなフレーズと可愛い絵がある、あとずっと動詞の変化とかもやってきて、こういうもなんかちょっと文法の説明が入ったり、なんかね、ダンケビッテ、ありがとう、どういたしまして、まあ、初心者に必要なドイツ語のフレーズが、なんかね、欲しいもの全部こう揃ってまとめてこう可愛いっていうのがあって、やっぱ可愛くないと続けられないっていうのがあって、これもね授業でやったんでしょ。だから授業でほとんどやったことある人と可愛い、なんかね、絵見てその下にフレーズ書いてあるとさらに覚えやすいんじゃないかなと思います。買いたい人はぜひ食堂の近くの本屋さんで買ってみてください。で、うちの生徒さんじゃない人は、概要欄のために Amazon のこの本のリンクも貼っとくんで、私は、なんか、本屋さんに行って一番気になったのはこっちだったんで、だからまあ、こう、おすすめしたいなと思って、買ってみたし、本屋さんに置いてきましたので、よかったらみんなも試験のために復習として買ってみて、もうとにかくね、試験のためにドイツ語をこう、ね、勉強してね。はい、最後までありがとうございます。チュース、いいねお願いします。